その前に、この横川行きという場所、小説黒い雨、井伏正には小説黒い雨、主人公の静間重松が被爆をいたしました場所であります。当時は横川行きが壁線の始発でありましたので、壁線のホームで、重松は被爆をしたわけであります。この広電に千田町の自宅から、この横川へ向かいまして、そして、壁線に乗り換えようとしてホームにいるときに、被爆をしたと、こういう設定になっているわけであります。1945年8月6日からちょうどもう77年と、ということになります。静間重松が被爆をしてからちょうど77年になろうとしております。さて今 NPT 再検討会議もちょうど開かれているところであります。地元の岸田総理、参加をされました。総理大臣では初めてということであります。演説の中身自体はまあまあかなというふうに表面上は思われます。しかし大きな問題がある。それはやはり核兵器禁止条約、これに参加をしていないと、本当に言及をしていないということです。そしてもう一つは NPT 第6条にも触れていないと、こういうところにあると思います。NPT というのはイギリス、アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス、こういった国以外は核を持っちゃいけませんと、そういうことになっています。